で、ドローンの飛行中に彼らの音声を検出するというデモになっております。正面のモニター、右側になりますけども、本強化フィールドの地図が表示されています。地図データには早稲田大学の鈴木太郎先生のグループが作成した高精度ポイントクラウドを利用しています。デモがうまくいけばこの地図上に検出した音源が表示されるということです。はい、今青い丸がですね、地図の上に表示されたところです。そこに音源が正しく検出されました。続きまして、土管の方にドローンが移動してまいります。はい、今土管のあたりに、音源が、青い丸が出てきたと思います。このように、ドローンの雑音からも、瓦礫の中もしくは外にいる人の音を検知することができるということになります。ではドローン戻してください。はい、以上で、極限音響チームのデモを、終了いたします。